持田香織は日本の女性シンガーソングライター。東京都江東区出身。亀戸生まれ。エブリーリトルシングのボーカリスト。旧芸名は持田香織。血液型は A 型。愛称は持ちー持ちー、香林、ダモ、吉など。おいと名には各家エブリーリトルシング元メンバーのいがらしみつるにはカンちゃんと呼ばれている。子役として 数々のテレビ CM、モデル雑誌で活躍。小学校時代は一輪車クラブに所属しており、一輪車で登下校していた。高校時代はバトントワリング部に所属。その後、持田香織の芸名で週刊ヤングマガジン市場で公募されたアイドルグループ、黒豚オールスターズの第2期メンバーとして芸能界入りし、テレビ東京、黒豚天国に出演。 1993年7月10日に同グループ名義のシングルあなたにお願い申し上げます。で、CD デビュー。あとシングルもう一度でソロデビューを果たすが特にヒットすることはなく一旦芸能界を離れ学業に専念する。なおもう一度はブレイク後の1998年6月に再発売されている。1992年 第6回全日本国民的美少女コンテストに出場したが予選で敗退。その年のグランプリは佐藤愛子、また米倉良子が審査員特別賞を受賞している。高校の先輩には森尾由美がいる。エブリリトルシングとして、ヘイヘイヘイ,ヘイミュージックチャンプに出演した際、持田が子役時代に出演した第一家庭電気の CM が放送された。また、 本人も、稀に、アイドル時代のことについて語る場合があり、特に隠そうとはしていない。また、当時は、松本人志にナンパされたと語ったこともある。1995年、ABEXDD のディレクターに、井原氏しみを紹介された。井原氏は、同社の子会社の制作会社、プライムディレクションの、レコーディングスタジオ、プライムサウンドスタジオ青山の電話番のアルバイトを、しながら、 音楽プロデューサーを志し、音楽創作を続けていた。週末に、スタジオ勤務を終えたイガラシと、イガラシの作詞、作曲、編曲、プログラムした曲に歌を入れ、デモテープを作り続けた。当初、モチダはソロでデビューする予定だったが、モチダが、高校卒業目前だったことや、松浦正人の勧めがあったことにより、高校卒業後にイガラシと二人のユニットでデビューする。 予定になった。さらに、井原氏が、楽曲に、ギターの音が欲しくなったことと、心細さから、かつて共にバンドを組んでいた、伊藤一郎を入れたいと松浦に打診し、了承を得て、3人のユニットとしてデビューすることになった。持ちだと、伊藤は、デビューの1ヶ月前に初めて会った。エブリーリトルシングは1996年8月7日に、フィールマイハートで、 CD デビューした。ELT としてのみでなく、持ち単独でテレビ CM にも多数出演していて、その多くは CM とタイアップした ELT の楽曲が BGM に使用されている。1998年以降、企画アルバムでソロ楽曲を発表。また、大畑雄一やドラゴンアッシュなどのアーティストと共演をしている。2003年には、ォトエッセイ。 緑の平和を本にして出版している。2004年10月20日には尊敬する、井上陽水によるプロデュースで、シングル、いつの間にか少女は、を発売した。ソロとしては11年ぶりである。オリジナルは1973年3月の井上、陽水、夢の中へのカップリング曲。トリビュートアルバム、陽水トリビュートにも収録されている。 2006年3月24日に発売された女優の綾瀬遥のデビュー曲、ピリオドの作詞をしている。2007年3月14日に発売された歌手、中島美香のフォースアルバム、イエスに収録されている、Going Back Home の作詞を担当。2008年6月25日に発売されたバンドドリームズカムトゥルーのシングル、メリーライフゴーズ、ラウンド、ドゥルー。 ベビー・トゥルーに収録されているメリー・ライフ・ゴーズ・ラウンドの PV に女優として出演している。2009年1月28日に約4年3ヶ月ぶりに自身3枚目となるソロシングル雨のワルツがリリースされた。これを機にソロ活動を本格的に開始。また、同年3月、田島隆夫エカオを結成し、フィンガー5の楽曲、個人授業をカバー。 映画、おっぱいバレーの主題歌となる。2012年6月6日にリリースされた、美しき、麗しき日々は、日本テレビ系ドラマ、クレオパトラの女たちの主題歌で、ソロでは初のドラマ主題歌に抜擢された。2015年7月26日、三重県桑名市の長島スパーランドで開催された、東海サミットのステージにおいて、 スポーツトレーナーの一般人男性との婚約を報告し、8月8日に婚姻届を提出した。2019年3月から4月、ソロ活動を10周年を記念した全国ツアー、クラシスプレゼンツ持田香織10周年、記念コンサートツアー2019、テント展を開催。身長160センチメートル、体重43キログラム。 3サイズ B78W58H80 左右の手の指全部の第一関節だけを曲げることができる首を鳴らしたりしかめっ面をするのが癖である歯磨きの際は下も磨くエブリーリトルシング名義についてはエブリーリトルシング作品を参照コラボレーションシングルオリジナルアルバムミニアルバムテレビ CM でオンエアライブやイベントで披露された CD 未発売の楽曲について記述する。法人としては、現在の a b e x クスライブクリエイティブ法人としてはと、断りがあるのは、同社が2005年のグループ再編で、ライブ企画会社に業態変更したため、AB 誕生日が3月24日で、モチと同じである。モチ香カが主題歌を書き下ろし、ドラマ、クレオパトラな女たち本日スタート。 ELT 持田香織正式婚約でファンに結婚報告決まりました。スパニッキーアネックス2015年7月27日閲覧。持田香織9歳年下男性と入籍。ELT20 周年期にまたここから。スパニッキーアネックス2015年8月8日閲覧。持田香織ソロ活動10周年を記念した全国ツアー決定。 AX e オフィシャルサイト2018年11月25日閲覧。持田香織ホノルルマラソンを完走。デイリースポーツ2014年12月15日。持田香織名義。持田香織プロデュースとバイ井上ノ水名義。田島孝夫とのスペシャルユニット。ありがとうございます。